ブースなんでです。皆さんって自分の寝言とかいびきとかって聞いたことありますかね？自分ね、今までなかったんですけど、こちらのアプリいびきラボっていうものを使うとその辺ねできるようになって、いろいろね、睡眠のね管理とかできるようになるみたいなので、自分ね実際試してみたので、そちらをね紹介していきたいと思います。はい、ということでね、自分のねいびきとか、寝言をね聞いてみようということでね紹介していきたいと思います。はい、ということで、このねいびきラボ、まずね何かっていうのをねちょっとね説明するんですけど、まあ、他にもねこういった寝言とかいびきをね録音するアプリっていうのはあるんですけど、まあ、このいびきラボっていうのはこのいびきにね、まあ、焦点を当てて、作ってるみたいですね。なんでねこういびきをこう客観的にね録音して聞くのかっていうことなんですけど、まあね、いびきをね客観的にこう録音するして、またね自分でこう聞くことによって、それをね改善していこうということなんですね。まあね、いびきにも大小あると思うんですけど、まあ、めちゃくちゃ大きくなってくるとね、またそれもねちょっと問題だし、あとは無呼吸とかね、もう本当死につながってしまう関係のもあるので、まあ単なるねいびきって言っても、まあこう甘く見れないですよね。なのでそういうものを録音して客観的に聞いて、まあ自分でねこう改善したりとかもできるみたいですね。あとはお医者さんにね相談したりとか、そういうことを、まあテーマとして、作られています。はい、ということでね、まあね百聞は一見にしかずということなんで、自分ね昨日寝てる間撮ってみたので、そちらをね聞いてみてください。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。まあね、自分バカでかい息とかでね、まあ出てなくてよかったなと思います。まあ寝息、スースーみたいな寝息みたいなのは、取れてたのかなと思います。はい、あとはね、まあガーッとね聞いてみたんですけど、寝言とかはね一切なかったですね。ちょっとね動画的にはねつまんないんですよね、何もなくてで、次にじゃあこのね、いびきラボのねトップ画面を、ね、見ていきましょう。自分のね、さっきね聞いてもらった録音のとことか、あとは、まあ、自分がねどんぐらい寝たかとかね、まあ、これ自分ね昨日2時からね5時ぐらいまで、寝たっていう感じになってるんですけど、まあね2時ぐらいに本当に意識なくなって、パッと目覚めたら、まあ5時ぐらいだった。うん、一回ね目覚めちゃうんですよね自分。はい、で、まあ、こういうところもね分かるわけですね。で、あとはいびきスコアっていうのがあると思うんですけど、これっていうのは、スコアが高くなれば高くなるほど、いびきの度合いがね高いっていうことになりますね。まあ自分の場合はいびきが書いてなかったので、こんだけスコアが低くなってるんですけど、まあいびきを書く人の中で平均値っていうのは25らしいです。このねいびきラボの詳細の方に書いてありました。はい、ということでね、まあね、自分のねいびきとか寝言とかね、あんま聞いたことないと思うのでね、ぜひね、その辺ね、聞いてみたいなっていうね、試してみたいなっていう方はね、試してみてください。で、自分がね、これ今使ったのは無料版のやつですね。無料で、できました。で、まあ無料版で使ってみてね、これいいなって思ったら、有料版になります。で、この有料版になると、またね、長期的なスパンで、こうね、日記というか日誌みたいな感じで、グラフが出たりね、それぞれね、長いスパンで、管理ができるっていうものとなってますので、その辺ね、がっつりね、改善していきたいなとかね、お医者さんに相談したいなっていう方は、まあ、無料版使ってみて、そこからいいなと思ったら有料版使って長期的に見て、改善していってみたらいかがでしょうか。ということで、今回は自分のね、いびきや寝言を聞いてみようっていう感じでした。ということで、今回はこの辺で、それじゃ